皆さんこんにちは、ベンマックスです。緊急事態宣言も、徐々に解除されていきまして、皆さんいかがでお過ごしでしょうか。もう職場に行ってる方もいらっしゃると思いますけれども、今日カシオさんに電話しましたら、カシオさんはまだやってませんでした。お客様相談センターにですね、ちょっと電話していたんですけれども、今日もまだ休業中ということで、やってませんでしたね。いや、実はですね、最近 G-SHOCK も高いと思い始めてきまして、このベンマックス、ついにチープカシオに手を出してしまいました。で、もうこれディスコになってまして、AL190W という品番の品物なんですよ、これが。で、私もですね、ちょっとこういうものが好きなので、これ逆輸入って書いてありましたね。で、これはメルカリで買いました。で、そのちょっと後に新品未使用っていうのが出てきて、中古買っちゃってちょっと残念だったなと思ってるんですけれども、まあそこはちょっとご愛嬌ということで、ガシガシ使っていきたいと思います。なんといってもこの私デザインが好きでして、このね、上の太陽電池ですね、ソーラーバッテリーということで、大変気に入りまして、これを買いました。で、機能的にはですね、まあ ほとんど普通の G-SHOCK と変わらないんですが、ライトがないんですね。そこがちょっとあれと思ったところなんですけれども、モードの切り替えは、カシオさんいつもここですね。ここでモードを切り替えます。で、まず、ずいぶん動いちゃうな、これ。まずは、アラームですね。いや、アラームも優秀でですね、アラーム1と2、3、4、5まであるんですよ。ちょっとチープカシオにしては、ね、2,3,000円で買え、1,500円ぐらいですか、これで買えるものにしては随分優秀な機能がついてまして、で次はですね、戻っちゃいました。でストップウォッチですね。これストップウォッチも100分の1まで計測できてですね、あまり G-SHOCK と機能は変わらないんですよね。で、ここでリセットなんですね。そうすると元に戻っちゃうか。で、この次が、タイマーですね。今は24時間タイマーです。で、これを、1分ぐらいに設定したいと思ったらですね、こうしまして、こうやって1分と設定してあげると、で1分後にアラームが鳴って教えてくれると、2の時間にこれは決めることができます。で、G-SHOCK と違ってこうケースだけなんですね。だってベゼルっていう概念がなくてケースなんで、もうちょっと知らなかったんで取り替えてもらおうかなと思ってるんですけれども、まあなんせカシオさんですね、もう全然電話がつながらないんで、まあちょっと、どうしようかなと思って、まあでもチープカシオにそんなにお金かけてもしょうがないしなとかと思ってるんですけれども、これだったらもうちょっと待ってまた新しいの買った方がいいかなというふうに考えてます。
あ、そろそろなりそうですね。210と。結構な音量がありまして、まあ普通に寝てても起きれるぐらい の大きさではありますね、音は。これで元に、60分のところで元にの、00に戻るはずなんですね。5678910と、でこれで元に戻すと。で最後はタイマーで、あ、これで、この状態で、秒数を、正確な秒数に合わせると。今50秒が36分56秒57、58、59、60と、まあ、こうすると秒数が合うわけですね、このモードで。それでこうまた元に戻してと、まあ、こういうものをですねちょっと買ってしまいました。あともう一つね、ちょっと欲しいチープカシオがありまして、それ、まあ、ちょっと同じような形なんですけれども、もう一つちょっと欲しいなと思ってるやつがありまして、まあ、でもどうせ3000円とか4000円、そのタイプだと4000円ぐらいするのかな。なんかこのタイプはプレミアムがちょっと乗っかってるようですね、少々ですけれども、でまあちょっとつけた感じどうなるかっていう感じなんですけど、まあ私の腕ではちょっとあまり参考にならないかもしれないです、すいません。よし、でもねバンドも長くて非常に扱いやすいですね。コント乗っかっちゃってるような感じですけど、なかなか軽くてですねフィットするんで、装着してる感じがあまりないですね。非常に軽くて、つけてるとそのうち多分忘れるような感じになっちゃいますね。ああ、あったんだみたいな、まあ、こういうものをですねメルカリでちょっと買ってみました。参考にしていただければ幸いです。それこの太陽電池もまだ生きてるみたいなんで、中に二次電池が入ってると思いますんで、二次電池なくなったら、まあ、カシオさん対応してくれるんだろうなと思います。今ね全部ほとんどの G-SHOCK電波ソーラー、電波じゃないけれども、まあ、タフソーラーはついてますからね。ですから、まあ、電池は用意していると思うんですけれども、まあ、これも電池なくなったら、ちょっと期待して電池交換しようかなと思ってます。今日はこの辺で終わらせていただきます。どうもご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。